スピンは GM が製造、シボレーブランドで販売している自動車である。2012年6月28日、ブラジルにて発表された。設計、開発は全面的にサンパウロ州サンカエターノドスルの GM とブラジルの R&D センターにて行われた。スピンはラテンアメリカのみならず、南アフリカ共和国やアジア市場にも投入される予定である。 生産はまずサンカエターのドする工場で行われ、2013年はじめにはインドネシア西ジャワ州の部下市工場でも開始される。スピンはオペル由来で球体化したメリーバとザフィーラの後継となる車種であり、サイズは両車の中間となる。ベースになっているのは GM ガンマ2プラットフォームを使用するコバルトセダンであり、全幅とホイールベースはコバルトと同一である。 多くのシボレー車と同様に、外観はスプリットグリルを備え、内装はデュアルコックピットデザインが採用されている。グレードは5人乗りの LT と7人乗りの LTZ の2つが設定される。積載量は7人乗りで162リットル、5人乗りでは710リットルとなり、さらに中央のシートを倒した場合には1668リットルが確保される。 搭載されるエンジンは1.8リットルサイチェシー8 v エコナンバーフレックスで、エタノール走行時で 108PS、ガソリン走行時で 106PS を発揮する。トランスミッションは、両グレードとも、F175 速、MT 及び、GF66 速 AT が設定される。装備面では、LT には、エアコン、パワーステアリング、ABS、イブド、デュアルエアバッグ、 パワーロック、パワーウィンドウ、運転席とステアリングホイールのハイトアジャスターなどが、標準で、アルミホイール、ブルートゥース付きラジオ、CD、MP3 プレイヤー、クルーズコントロールが、オプションで装備される。LTZ にはさらに、ルーフラックと統合された3列目シート、トリップコンピューター、パーキングセンサーとステアリングホイールコントロールが、標準で、自動スピードコントロールが、 オプションで装備される。これらに加え、ボディ同色サイドモールディング、カーペット、バンパープロテクター、7インチ DVD スクリーン、リアヘッドレストなどもオプションで用意される。スピンは英語で、紡ぐという意味である。ありがとうございます。